今回は都市の一部を切り取った風景から市町村名を当てるクイズをやります。今回用いる写真は先日募集させていただいた画像から都市を当てろへ応募いただいたものです。合計でなんと700件以上もの応募いただき、大きな反響をいただけて嬉しかったです。写真自体のセンスや美しさはもちろん、ユニークさまで全体的な写真のレベルが高く、第一次選考でも絞りきれず、第二次選考、第三次選考とまるで就活みたいになってしまいました。最終的に残った80枚のうち抽選で40枚をピックアップし問題としています。そのため当初の予定から10問増やし、初級10問、中級10問、上級10問、超上級10問の計40問としています。この動画が10万再生を超えたら第2回を残りの40枚で実施しようと思っているので、皆さんじゃんじゃん広めちゃってください。それでは動画本編へどうぞ。初級編全10問。第1問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイフィレンツェさん。答えは東京都渋谷区。撮影地は渋谷スクランブルスクエア。フィレンツェさんのコメントです。この展望台の年間パスポートを持っていた頃、学校の帰り道に何度も通った思い出の風景です。おもちりのコメントです。プロ級の1枚、東京というメガロポリスのダイナミクスがこの1枚に集積されています。第2問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイカリカリさん。答えは広島県廿日市市。撮影地は宮島の三笠浜付近。カリカリさんのコメントです。初めて広島県に旅行に行った時の思い出の写真です。訪問するまで恥ずかしながら廿日市市ではなく広島市にあると思っていたため、同じく勘違いしている人もいるかもと思い応募しました。おもちりのコメントです。広島にあるって勘違いするのめちゃめちゃわかります。2019年から工事中で見れなかった厳島神社のシンボル大鳥居ですが、2022年に工事が終わり見れるようになりました。第3問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ香山定期街さん。答えは石川県金沢市。撮影地は東茶屋街。おもちりのコメントです。金沢の超有名観光地東茶屋街、実は対になる西茶屋街もあります。東茶屋街と比べて観光客も少ないのでおすすめです。第4問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイアサミンさん。答えは北海道函館市。撮影地は五稜郭タワーです。おもちりのコメントです。これぞ五稜郭といった写真です。当時の技術でこんな正確な星型を作ったのだから本当にすごいです。第5問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイゆうさん。答えは鹿児島県鹿児島市。撮影地は城山公園展望台。おもちりのコメントです。眼下に広がる鹿児島市街と鹿児島のシンボル桜島のコントラストが美しい一枚です。第6問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイくずくんさん。答えは千葉県木更津市。撮影地は海ほたるです。くずくんさんのコメントです。これぞ海ほたるという画像かなと思っています。周りには何もないけど
交通量はそこそこあり、奥の方には街が広がっている。東京湾のポツンと一軒家みたいなところが好きです。おもちりのコメントです。高速道路の車のヘッドライトやテールランプの鉱石を写した一枚。おもちりも首都高速でよくやってました。第7問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ末吉さん。答えは長崎県長崎市。撮影地は鍋冠山展望台です。末吉さんのコメントです。地元の花火大会の様子を撮影した写真です。長崎市は稲瀬山展望台からの夜景が有名ですが、この写真の撮影地は長崎港を挟んで反対の鍋冠山の上から撮影したものです。花火の左側、山の上に光っている展望台が稲瀬山展望台、写真中央が長崎港です。おもちりのコメントです。ゴールデンウィークやお盆、年末年始などのハイシーズン、稲瀬山に比べ鍋冠山は混雑しないのでおすすめです。花火と夜景、この2つの要素を写真に収めるのがどれだけ大変か。長時間露光の撮影を何度も繰り返したと思います。奇跡の1枚です。第8問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ伊達巻さん。答えは大阪府泉佐野市。撮影地はシス臨空タワー。伊達巻さんのコメントです。このタワーの54階のレストランから撮影しました。ここのランチバイキング美味しかったし、天候も良く、関空や関空連絡橋が綺麗に撮れました。おもちりのコメントです。巨大建造物の美を感じます。関空から電車に乗って海を見ると関西来たなーって感じがします。奥に見える山々は四国でしょうか。第9問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ YN さん。答えは福岡県福岡市。撮影地は福岡タワーです。 YN さんのコメントです。ヒルトン福岡シーホークからわずかに見える福岡ペイペイドームがポイントです。おもちりのコメントです。美しい砂浜と大都会のコントラストは福岡らしい景色です。個人的に都市高速の曲線が大好きです。この前行きました。第10問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ鶴田さん。答えは東京都千代田区。撮影地は千鳥ヶ淵です。鶴田さんのコメントです。かなり外国からの観光客が多かったです。おもちりのコメントです。大学の帰り、千鳥ヶ淵の桜をよく撮りに行ったのを思い出しました。背景に映る東京タワー、水面に映る夜桜が美しいです。中級編全10問。第11問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ岩敷さん。答えは兵庫県神戸市。撮影地は神戸空港です。岩敷さんのコメントです。神戸空港のイベントで滑走路脇を走るバスに乗車しました。運よく飛行機が目の前で離陸してくれて、背景に管制塔や六甲山系がある神戸らしい光景を映すことができました。おもちりのコメントです。離陸する飛行機と背景に映る六甲山地がまさに神戸という写真です。飛行機が大好きなので、この写真はやばすぎる。奇跡の一枚。第12問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ捨てられたメガホンさん。
答えは沖縄県那覇市。撮影地は首里城公園内のあざな展望台です。捨てられたメガホンさんのコメントです。地元の町の中心部です。那覇市街を見渡してみると、思っているよりも建物が密集しているなという印象を受けます。おもちりのコメントです。那覇都市圏の人口は83万人、人口密度は三大都市圏並みなので普通に政令市レベルです。都会を感じる一枚です。第13問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイリーベさん。答えは高知県高知市。撮影地は高知市千代里町3丁目電停付近です。リーベさんのコメントです。高知は路面電車の町、土佐電交通の路面電車の総延長は日本一です。路面電車で郊外を散策するのも楽しいですよ。私の一押しの町です。おもちりのコメントです。渋滞する国道32号線と頻繁に運行される路面電車、高知都市圏の規模を感じる一枚です。第14問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ KK さん。答えは神奈川県横浜市。撮影地は新横浜駅周辺です。おもちりのコメントです。新幹線を隔てて街の風景が違うのが面白いです。北側には高層ビルが林立する計画都市、南側には丘陵に広がる閑静な住宅街があります。第15問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイみかん農家の田中さん。答えは京都府京都市。撮影地は京都鉄道博物館です。みかん農家の田中さんのコメントです。京都タワー、東寺、ドクターイエローの3つが写っていて、比較的特定しやすい画像かと思われます。おもちりのコメントです。京都タワーと東寺という京都を代表するスポットにドクターイエローを写真に収めた奇跡の1枚です。すごい。第16問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイボユクさん。答えは東京都北区。撮影地は赤羽八幡神社です。ボユクさんのコメントです。神社の敷地の地下を新幹線が通る場所があると聞き行きました。おもちりのコメントです。ここは東北北海道新幹線をはじめ、北陸上越新幹線や山形秋田新幹線などが通り、すぐ横には京浜東北線や埼京線、湘南新宿ラインや宇都宮線が通る鉄オタにはたまらないスポットです。 E5 系と E233 系が共に映る奇跡の一枚、素晴らしい。第17問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイサイさん。答えは北海道釧路市。撮影地はぬさまい公園です。サイさんのコメントです。11月下旬16時過ぎの写真です。本当は夕暮れのぬさまい橋を撮りたかったのですが、日の入り時刻をきちんと調べず行った結果、着くのが遅すぎました。釧路の16時台はほぼ夜でした。おもちりのコメントです。マジックアワーのぬさまい橋の夜景は本当に美しいです。写真の撮り方も素晴らしい。第18問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイアリッペさん。
答えは徳島県徳島市。撮影地は眉山ロープウェイ車内です。おもちりのコメントです。徳島都市圏って人口70万人弱の大都市圏なんですよね。市街地の広さを感じる画像です。第19問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ真冬の天夏さん。答えは滋賀県大津市。撮影地は琵琶湖浜大津駅です。真冬の天夏さんのコメントです。京阪電車の京神線が車通りの多い幹線道路の真ん中を堂々と走り抜ける姿は圧巻でした。琵琶湖浜大津駅前の交差点の複雑さはまさにカオスです。おもちりのコメントです。伊予鉄みたいな路面電車の交差好きなんですよね。ここも永遠と眺めていられます。第20問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイサンサンさん。答えは佐賀県佐賀市。佐賀バルーンフェスタ会場で撮影されました。サンサンさんのコメントです。去年3年ぶりに開催された佐賀バルーンフェスタの様子です。おもちりのコメントです。佐賀バルーンフェスタ一度行ってみたいんですよね。ついでにバルーン佐賀駅を使いたいです。上級編全10問。第21問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイしげっちさん。答えは熊本県宇土市。撮影地は長べた海床路です。しげっちさんのコメントです。海の向こうに雲仙岳が見えます。おもちりのコメントです。千葉の房総半島にも江川海岸と葛間海岸に懐中電柱があったのですが撤去されてしまいました。息を呑む美しさです。一度写真を撮りたいです。第22問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ瀬戸さん。答えは岡山県岡山市。四次会遊園地で撮影されました。瀬戸さんのコメントです。岡山に旅行に行った際に初めて訪れました。岡山の市街地に向かって走る新幹線がかっこいいなと思い、この写真を選びました。おもちりのコメントです。この写真のセンス、すごい。新幹線の曲線と街のコントラストが美しすぎます。第23問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ水ゼリーさん。答えは長野県南牧村です。撮影地は鉄道最高地点の向かいにある幸せの鐘付近です。水ゼリーさんのコメントです。鉄道好きの友達7人と一緒に行った時の写真です。おもちりのコメントです。野辺山駅の標高は 1345.67m、 覚えやすいのでクイズに出やすいです。第24問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイあゆすけさん。答えは
大阪府堺市、撮影地は広陵中町一丁と広陵西町三丁の間です。あゆすけさんのコメントです。撮影日は去年ですが、小さい頃近くに住んでいて、散歩の時よくこの橋から電車を眺めていました。なので懐かしさがあります。おもちりのコメントです。225系が JR 阪和線の切り通しを通過する風景、住宅街と相まってたまらない景色です。第25問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイもゆくさん。答えは兵庫県姫路市、撮影地は姫路駅北口です。もゆくさんのコメントです。駅出てすぐ城が見えたので歩いていけるかなと思ったら結構距離がありました。おもちりのコメントです。姫路駅北口のこの景色マジで反則ですよね。姫路城の街のシンボル感とオーラがやばすぎます。第26問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイタクモンさん。答えは熊本県熊本市、撮影地は花岡山公園です。タクモンさんのコメントです。地元です。花岡山は熊本でも有名な夜景スポットです。熊本駅周辺が大規模に再開発された後の写真なので見慣れない方もいると思います。おもちりのコメントです。花岡山夜景も綺麗ですが、日の出も美しく有名なんですよね。ぜひ行ってみてください。第27問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイカツ丼食べたいさん。答えは埼玉県川口市、撮影地は川口立教です。カツ丼食べたいさんのコメントです。電車が好きなので撮りました。京浜東北線の車両と奥のキュポラがヒントで、地元の方だったらわかると思います。川口駅自体は京浜東北線しか止まらないのですが、湘南新宿ラインなどもここを通るので、ここから電車を眺めるのも楽しいですよ。おもちりのコメントです。川口には2年住んでいたので、この景色には馴染みがあります。川口に湘南新宿ラインは止まるんでしょうか。第28問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイチョモさん。答えは東京都大田区、撮影地は城南島海浜公園です。チョモさんのコメントです。東京なのに空が広い。おもちりのコメントです。羽田空港、東京なのに空も広いし、街灯のないところに行くと少しですが星空が見えるんですよね。たくさんの涙を流した思い出の地です。第29問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ TKG さん。答えは広島県福山市、友城山公園付近で撮影されました。 TKG さんのコメントです。一人旅で訪れた地です。おもちりのコメントです。友の浦の美しい景色、大学の時友の浦の景観訴訟を題材に研究していました。第30問、
この写真の撮影地はどこ？フォトバイトトロフォトさん。答えは大阪府大阪市、撮影地は梅田スカイビルです。トトロフォトさんのコメントです。大学の写真部の時に作品として撮影したものです。梅田スカイビルというどの角度で撮っても絵になる特殊な形状のビルですが、真下から見ると幾何学模様のようでシンメトリーなようでアシンメトリーで不思議な写真になっているかと思います。大阪の人でもわかるかわからないかですが、おもちりさんとその視聴者なら朝飯前かと。おもちりのコメントです。おもちりも大学の時写真部に所属していたんですが、この写真撮るのが難しいんですよ。今回レベルの高い写真が多すぎて写真コンテストの審査員みたいでした。超上級編全10問。第31問。この写真の撮影地はどこ？フォトバイエビクラゲさん。答えは北海道札幌市、撮影地は真駒内滝の霊園です。エビクラゲさんのコメントです。札幌で一番謎な風景といったらこれな気がします。おもちりのコメントです。小さい頃から馴染みのあるモアイ像、生きた証を後世へ永遠に伝承できるように建てられたのだとか。第32問。この写真の撮影地はどこ？フォトバイイツミーさん。答えは熊本県八代市、撮影地はくまモンポート八代です。いつみーさんのコメントです。地元の新たな観光スポットです。くまモンにあふれた施設です。ももちりのコメントです。なんだこれすごいと思ったら、2020年に完成した歴史とした港湾施設なんですね。第33問。この写真の撮影地はどこ？フォトバイめいべさん。答えは北海道旭川市、撮影地は嵐山展望台です。めいべさんのコメントです。右上に旭橋、中央は鹿踏駅、中央上が日本製紙旭川工場がヒントとなると思います。この日は北海道で最長の21両の貨物列車です。旭川では日中帯に唯一札幌方面へ走る列車です。おもちりのコメントです。21両の貨物列車は圧巻。この写真の時期はわからないですが、玉ねぎがたくさん入っていそうです。第34問。この写真の撮影地はどこ？フォトバイもつもつさん。答えは北海道猿払村、撮影地は N 坂線です。もつもつさんのコメントです。どこまでも続く直線道路、初めて見た時の感動は忘れられません。おもちりのコメントです。 Windows のデスクトップに出てきそうな景色です。おもちりもこの前行きました。
第35問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイヘビスケさん。答えは長野県佐久市、撮影地は辰岡城五稜郭です。ヘビスケさんのコメントです。函館の五稜郭に行った時、日本にもう一つ五稜郭があることを知りました。レンタカーで行ったら展望台がすごい場所にあって、なおその中にある学校がこの3月に閉校になり、その記念公演で地元のスター小平奈緒さんが行ったとか。おもちりのコメントです。実は五稜郭は函館だけではなく長野県佐久市にもう一つあることは知られていません。良問だと思います。第36問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイハヤチーさん。答えは愛知県名古屋市、撮影地は名古屋市大須3丁目の赤門交差点付近です。はやちーさんのコメントです。校外学習でクラスメイトと遊んだ思い出の地です。おもちりのコメントです。大須は東京の秋葉原、大阪の日本橋とともに日本三大電気街として知られる街です。画像にもカードショップや買取ショップが並ぶのもヒントです。第37問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ土木工学さん。答えは富山県立山町、撮影地は立山連峰最高峰の大南寺山山頂から見た黒部ダムです。土木工学さんのコメントです。仕事で訪問しました。朝日が綺麗だったので大南寺山山頂付近を散歩している時に撮った写真です。おもちりのコメントです。この写真はすごすぎる。目の前に映る雄大な景色、左上に映る雲海も幻想的です。仕事でここを訪れるってのもすごいです。第38問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイプラサトルさん。答えは三重県四日市市、撮影地は四日市市追分三丁目の日永追分です。プラサトルさんのコメントです。東海道と伊勢街道の分岐、広重の浮世絵そのままの風景に感動。おもちりのコメントです。歌川広重の浮世絵には写真に写っている石碑と近くに鳥居が描かれていますが、両方現存しています。第39問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイ旅するうんこさん。答えは東京都大島町、撮影地は羽生港です。旅するうんこさんのコメントです。離島にもかかわらずこのようなノスタルジックな街並みがあることに驚きました。おもちりのコメントです。伊豆大島には行ったことがないので、この小京都のような景色を一度見てみたいです。
第40問、この写真の撮影地はどこ？フォトバイのぶちゃんさん。答えは島根県大田市、撮影地は琴ヶ浜です。のぶちゃんさんのコメントです。歩くとキュッキュッとなる鳴き砂で有名な砂浜です。お持ちでのコメントです。美しい海岸には一見どこでんドアに見える観光地として有名な白いドアが設置されています。いかがでしたか？何問正解だったかコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 SNS のフォローよろしくお願いいたします。